おはようございます。今日はね、CT125 ハンターカブに乗って走ってるんですけれども、サムネにある通りね、この CT125 ハンターカブ購入してから1年半経過して、その間ね、まあいろいろカスタムしてきたんですけれども、他の方から見るとライトカスタムだとは思うんですけれども、まあ、その中でつけてよかったねベスト5というのをランキング形式で動画まとめてみたいと思います。それではね、撮影場所までバイベント向かいたいと思います。さあ、それではね、早速行ってきましょうか。ではね、まず5位なんですけれども、このねデイトナのウィンドシールド、これはねかなり実用性高いです。はい、やっぱりね冬場このハンターカブめちゃめちゃ寒いんですよ。風がねもろに当たって、で夏場は夏場で虫除けになってくれたりもするので、このウィンドシールド、すごく役に立ってます。で実はね、私このウィンドシールド3代目ですね。やっぱりデイトナ製、しっかりしてて全然壊れないですね。ではまず5位がウィンドシールドということで、おすすめはねデイトナですけれども、いろんなメーカーさん出てますので、そこはねデザイン性兼ねて、チョイスされてはいかがでしょうか。第4位、このフォグライトになります。これ私はね中華製の安いフォグライトをつけてますけれども、今買うんだったら、キタコか何かのフォグライトを買うと思います。でもねこれあるとないとじゃ全然違いますね。はい、これね、まあ皆さん口揃えて言いますけども、ハンターカブのヘッドライト LED のヘッドライトめちゃ暗いので、これだけで真っ暗な道夜走るのはしんどいと思いますので、フォグライトは必須アイテムだと思います。第3位、3位ね、実はタイヤです。私はダンロップの K888、3.00 の17を履いております。ワンサイズ大きくなるのかな、純正よりも。でね、ロードタイヤ見ての通りロードタイヤですけども、まあ、私の乗り方としてオフロード行くこともう 98% ありませんので、オンロードタイヤをチョイスしてます。もうねすでにね交換して3500キロぐらい走ってるんですけども、まだまだ持ちそうですね溝。まあフロントよりもリアの方が減るの早いですけれども、リアもまだあるかな、5000キロ6000キロぐらいまでは持ってくれそうだと思います。すごくね、コストパフォーマンス高くて乗り味もすごくマイルドでいいと思います。これおすすめタイヤですけれども、まあ、純正タイヤ乗り方にもよると思いますけども、6000キロぐらいでリアタイヤも、スリップライン出てくると思いますので、比較的早く、交換時期来ると思います。まあそこでねタイヤ、私はこれ3代目のタイヤになります。2位いきましょうか。2位はねちょっとこれどかそうかな。2位は延長キャリアプラストップケースということで、これが堂々2位になります。これね私のキャリアは耐性のノーブランドのキャリアなので、もうこれの質がいいか悪いかというともう最低ですね質は。はい、ただ役目はきっちり果たしてくれてます。私はね結構娘や奥さんとタンデム走行すること多いので、これ必須アイテムですね。で買うならいろんなメーカーさん作られてるので、国内メーカーさんの購入することをお勧めします。私これ送料込み1万円ぐらいだったんで、もう少し国内製品だと値は張ると思いますけれども、おすすめです。でトップケースに関しては私はねジビのこれ32リッターのトップケース、サイズ的にはねこれぐらいがぴったりだと思って買ったんですけども、本当はね45リッターにしとけばよかったと思ってます。ちょっとちっちゃいかな32だと。泊まりのツーリングとか行くとちょっとこれだとしんどいと思います。いろいろね中に常備的な工具とか、あとはね、エマージェンシーツールとかね救急セットですね、そんなのを入れてると意外にスペース食っちゃいますんで、はい、45リットルぐらいあった方がおすすめですね。カスタムパーツで良かったものを1位発表したいと思います。1位なんだと思います？わかんないよね。はい、じゃあ1位、吉村の
サイクロンマフラーですね。これが堂々1位になります。まあ見た目的にもね非常にスタイリッシュで、あとは音もかなりですねいいです。純正に比べてね、マフラー変えたという達成感で、ね、非常に満足感が味わえるマフラーだと思います。ただ静かめなマフラーがいいっていう方は吉村合わないかもしれない。結構ね音大きめです。規制範囲内ではあるんでしょうけれども結構音は大きめです。まあでもね質感すごく良くて、さすが吉村さんですね。まあマフラーが堂々1位ということです。ではねここからはまあ順位なしにいろいろつけていったパーツ順不同でご紹介しましょうか。まずねどうしましょう。ミラー、可動式ミラーですね、モトクロス用の。これなんだっけ、ケミ元製のやつつけてます。あとはハンドルバー、 USB、 クワトロックのスマホホルダー、あとはセンターキャリア、これは元スキルさんの、あとはエンジンガード、あとこれなんだっけ、ボディアーズかな。あとは竹川さんのシートカバー、これスポンジ入れて柔らかくしてます。あとはこれ私手作りのタンデムシート、あと YSS さんのリアショックです。2センチローダウンだったかな。 DID さんのチェーン、ゴールドチェーン入れてたり、サイドスタンドに、まあちょっとこんなの入れてたりねします。あとはこれ中華製のハンドガードっていうのかな、これも入れてます。ざっとやってるところというのはそんな感じかな。あとヘルメットホルダー、この中につけてたりしますけれども、だいたいカスタムとしては以上になります。それではね今日はハンターカブ購入して1年半経って、その間ねいろいろパーツつけて良かったもの上位ベスト5ランキング形式で動画作らせていただきました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。またね、バイバイ。